どうもお疲れ様です M さんいつもね料理動画の方ありがとうございますあのミスター・イムさんの料理動画っていうのはまあ私のね塾でもそ異質っていうかねもう独特でですねワンオンリーの世界は築いてると思います逆に言うと私みたいな形でネットビジネスをやると私とガチンコするんでねえ結構売り上げに苦慮するところがあるんですよファンは集まりやすいんですけどね で、ミスタイムさんのビジネスモデルも、これから売り上げをね、どん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 取っていこうとしたときに、私が思うのに、やっぱり今まで通りやっていたんでは、再生数とチャンネル登録が取れるだけで、実際の売り上げに結びつかないんじゃないかなっていつも思ってるんですよね。まあ、ですんで、今回は一つのアイデアとしてね、料理イベントに参加したことがある方に対して、この半年間、ずっとリサーチを続けていました。あの聞き取りをしてきました。そうすると いくつか料理イベントでお金を払ったよって人の声を聞くことができたんでちょっと参考になるんじゃないかなと思いますんでよろしくお願いしますちょっとメモを読みながらお話ししますねまず一つねあの料理系の YouTuber さんのオンラインイベントに参加したってことらしいですオンラインイベントに参加してそこでなんか投げ銭っていうのがねあの500円とか1000円とかっていうのができたよっていうふうに言われましたね でえー、オンラインイベントって YouTube のライブ配信っていうのもできますし YouTube 以外のプラットフォーム Twitter とか Instagram とかでも今ではできると思いますので、まあ、これはなかなか難しいかもしれませんけどもあのオンラインで調理をするところをお見せするってのはどうかなと思いますでもちろん料理にはあの熱を入れたりとかね煮えるまで待つとかいろんなね待ち時間ってのがあるんでその間は何でつなぐかってことが 一つのアイディアになると思いますし、包丁を入れてる間もお客さんが待ちになっちゃいけないので、例えばもうすでに切ったものを用意しといてね。で、こうバーッと詰めて終わりみたいな、コンパクトな、試合運びをする必要もあるのかなと思いますよね。ただ、やっぱりこう、手待ちの時間にアイドルタイムっていうんですけども、火を通して、ちゃんとね、鍋ができるのを待つ間に、どのように視聴者さんと関わるかってことができるのが、このオンラインイベントのメリットだそうですよね。 それから、あの、いろんなことをね、オンラインイベント中に聞かれるそうなんですよ。だから、それにお答えすることによって、さらに深い関係性。さらには、リアルタイムですよね。時間の共有っていう、今までにできなかった新しいサービスが提供できるっていうのが大きいというふうに私も感じます。で、このオンラインイベントを成功させるためには、イベントの告知をね、しっかりと行うってことになります。早すぎても忘れられちゃうし、あの、急すぎても集まんないしって感じなんで、私が思うところね、2週間前に告知をして、 1> 1週間前に予約をすするみたたいいいいななな形だったらいいんじゃないかなと思いますよね。もちろんこの場合は私の方もね協力させていただきますそれから視聴者さんの興味を引くようなコンテンツを用意するってことなんでやっぱり今からでしたらねあの節分とかバレンタインデーとかそういったものに絡めてやっていくとどうかなっていうふうなところはありますね、うん、それからやっぱり視聴者さんと交流する機会がそこでできますんであのやっぱ面白くするためのねちょっと スタンバイが必要かなと思いますこの辺はライブが上手な人とそれからやっぱりね編集で主にやってる YouTuber さんとできるところとできないところがはっきり分かれるようですねはいこれが一つ目二つ目がねリアルイベントですリアルイベントは今お話したオンラインイベントそのままリアルでやるってことなんでどこどこの会場でやりますみたいなね 例えば近くの公民館ですとか集会所ねこれ市区町村が運営してるところがあると思いますけどもこれがね非常にね安く借りれるんですよ例えば1時間300円とか500円みたいな感じでねで調理室もありますんでじゃあ何月何日公民館の調理室をお借りできますかってやると調理室を貸してくれるんですよでそうすると水道ガスその他の用意が全部ありますんでほぼ手ぶらでいけるんですよねう素材提供持っていけばいいみたいな感じですまあでも最後終わったらねきちんと片付けて返さないといけないっていうのは当たり前ですけどね はい、そんな感じでリアルイベントも、あの、おそらく、たくさんの YouTuber さんの中でやる人が少ないので、希少価値を生む材料になると思います。デメリットとしては、あの、会場が遠いと、リアルで来れないってことですよね。でも、このリアルイベントってのは、仮に誰も来なくても、いつものようにそこからライブ放送をすることによって、 えー、きちんとね、動画コンテンツ残せますし、あの、誰も来ないから無駄ってこともないんですよ。それから参加者が一人とか二人の場合でも、みっちりできますんで、それなりに高い価値を生むことができますので、私もね、あの、即下塾のセミナーってのは、誰も来ないのを覚悟でね、たった一人の時でもやったことがあるんですよ。大きな会場を借りたんだけど、一人しか来なかったみたいなね。でも、それはそれでプレミアム感があって、あの、満足度は高かったんですよね。もちろんね、えー、10人、20人、50人と来てれば、 あの、多くの人が参加してる人気のイベントなんだなって思わせることもできますので、一定の満足感ありますけども、はっきり言ってやる方の気持ちじゃあって、受講する方はね、人数が少ない方がラッキーとしか思わないんですよね <laughs>。はい、そんな感じでね、あの、リアルイベントってものはあるかなと思います。リアルイベントってのは、場所とか開催時期ってのをかなり早めに検討してね、会場を取るのも1ヶ月先とか2ヶ月先じゃないと取れない場合が多いですから。 それから、あの、いろんなね、公共施設っていうのも、調理場っていうのは1個しかない例が多いんで、本当に取り合いになる機会はね、結構あります。例えばね、11月とか12月って、クリスマスのケーキを作りましょうみたいな感じで、むちゃくちゃ人気なんですよ。ほぼ毎日埋まってる状態だそうです。そういったことも考えても、私たちが知らないだけで、そのリアル調理イベントってね、結構頻繁に行われてるってことがうかがい知ることができるんじゃないかなと思いますね。それからね、このリアルイベントっていうのは、参加費っていう売り上げが見込めるんですよ。 ね参加費1人1000円ですとか2000円ですとかあ、そういった形ですよね。で、これもイベントの告知をしっかりやることによって、集客がしっかりできるかなってことこですよね。はい。で、3つ目なんですけども、やっぱり物販ですかね。うん。あの、ミスタイムさんの調理器具とか、それから調味料が多いですけども、調味料ってほら、ちょっと割高でしょで、クオリティは高いけども、高いわけじゃないですか。それで、仕入れのルートってのがなかなか見つけにくいんですよ。 ですんで、ミスター・イムさんが一定の手数料を載せた上で、その商品を再販売するって形でね、あの、注文販売ですから、まず注文していただいて入金をいただいて、その後でミスター・イムさんがしかるべきところに発注して取り寄せるみたいな感じでいいと思うんですよ。まあ、そういうふうなことをやってもいいのかなと思います。あの、もちろんね、ここで買えますよっていう風に直接教えてあげるっていうパターンでもいいと思いますよ。でもそうやるとね、本当にね、自分で注文する人ってあんまりいないんですよ。<laughs> ですんでミターエ m さんにメールを送って「注文お願いします」みたいな感じでねここに振り込んどいてくださいみたいなやればいいと思いますしその際に何らかの付加価値をつけようと思ったらミターエ m さんの,その手書きのレシピをね PDF かなんかでお送りするみたいな方法もありますんであの商品だけを仕入れて入って右から左に売るっていう方法も手数料取っても悪いことはないですけども例えば780円のねソースかなんかを。 その仕入れで売るときに、きっちり1000円にして、送料込みで1000円にして、その代わり私の何とかかんかをつけますよみたいにしてもいいんじゃないかなというような気がしますけどね。こんな感じでね、あの、参加された方が、あー私はこういうときにお金払いましたよっていうようなヒントをね、いただきましたんで、えっ、ー、と、まあ、人数は多くないんですけどもね、今回200人ぐらいの方が、あの、答えてくれたのかな。まあ、その中で3点に絞って、この動画をお送りしておりますえ。それでは以上です。お疲れ様です。